ガチゴマジブよっよっ、はい、よろしくお願いします。はい、なんか最近話したら天気の話はしょってない、大丈夫？いや、そうです、前回忘れてたっけ。今日はちょっと寒いの暑いのどっちですか？まあ、ちょっと涼しいぐらいですね。あ、寒いの、はい、じゃあ次行こうか。なんだっけ。ダメだよね、そんなことね。時間帯は何時ぐらいですか？今はお昼ぐらいですね。おお、元気が出てくるあたりですね。そうですね。この太陽は出てるんですか？どよんとしてるんですか？今日は珍しく晴れてますね。おお、晴れてる女ですね。はい。僕はまあ、東京2日目で久しぶりに来て。あ、そうなんですか。はい、で、うん、まあちょっと暖かいんだか寒いんだかちょっとよくわかんないっていう感じで、ちょっと寒いといえば寒いですね、夜はね。あ、でも春ですよね。春ですね。はい、ずっと晴れてるような感じみたいですよ、僕も来たんですけど。なるほど。うん、やっぱり最近スピードが速いね、世の中のね。あ、そうですか。うん、3ヶ月に一遍とか東京とか帰ってくると、はい、もう人間が全然違うもんね。あ、それはなんていうんですかね、住んでる方々ってことですか？うん、人の動きが。例えば昔こういうことし、こういう人たち、昔というか3ヶ月前は、人たちこういうの求めてなかったよねとか、こんなのなかったよねとか、はい、制度がここまで変わっちゃったのとか、うん、そういうのはありますよね。はい、例えば羽田とか成田とかね、はい、駐車場行くとすると、昔だとやっぱり、例えば羽田だと、羽田だと3階 ?3 階かな、はい、羽田の、あ、国際線か。羽田の国際線だと、わかんない。3階か4階だね。はい。確か3階だと思うんだけど。はい。そこの駐車、3階の駐車場の3階に止めると、そのままエレベーターを乗んなくて、ちょうど、はい、なんていうの、デパーチャーとかに行けるわけよ、まっすぐ。うん。そうすると、荷物持ってる人だとエレベーターの後ろないから、はい。いいわけで。あと、成田もそうだよね。成田は何階だったかって言ったら、4階かな？はい。ん？ 1、2、成田は、あ、そっか、第一ターミナルは、あれだもんね、繋がってないから、第一ターミナルは ANA ね。はい、ANA は平置きなんで、はい、だから1階から入るような感じなんですけど、あれ上まで行くの大変なんですよ。うん、デパーチャーのとこまで行くの。エレベーターもあるんですけど、2機しかなくて、はい、満タンなんで、いつも、うん。で、第二ターミナルの JAL になってくると、JAL になってくると繋がってるのかな。うん、そういう感じで、その駐車場を本来何階に止めるべきかと、そういうとこまで計算していかないの、実質は。そうですね、ちょっとまだ僕、庶民なんで、車で行くことはあまりないんですけど。あ、そうなのね、はい。そうか、そうか、そうか。庶民っていう言い方おかしいけど、ダイヤモンドだったら成田使うもんね、駐車場ね。そうですね、ちょっと塾長に言われて、一度はやってみたいな、レンタカー借りっぱなしでやってみたいなと思ってるんですけど。やったことないですか？まだやったことないので。今年こそはちょっとやってみようと思います。やべ、教えちゃったね、みんなにね。そうです。ダイヤモンドの人で、塾長何が一番恩恵あるんですかとかってみんな聞かれるんですけど、はい。ラウンジですかとか、アップグレードですかとかね。はい。それから、優先搭乗ですか、荷物ですかって言われるけど、いやいや、そんなもの全然大したことないですよ。あ、やめた、教えるの。ちょっとすごいのがあるのよ。はい。すっごいポチです。今の話の流れじゃないやつで違うやつがあるんですけど、はい。いや、これやられちゃったら僕の楽しみなくなるもん。そうですよね。今、誰でもやってないからいいのよ。あ、そうなんですか？うん。それすごいこと聞いちゃいましたね。え、教えるのこれ。そうですね。ちょっと流れ的にお願いします。そうなの？そうですね。え、みんな使うのやめてよ。僕しかいないんだから今。だからすんげえいい気分なんだけど。はい。やっぱ駐車場だよね。駐車場。うん、駐車場が使えるんだけど、ダイヤモンドは。はいはいはい。めちゃめちゃいいのよ。ああ、そうですか。はい。うん、他の僕特典なんかいらないもん。あ、はい。駐車場だけくれればいいみたいな。へえ。僕そんな感じだよ。あ、そうですか。え、それ家族と一緒に行ったら、はい。もう、あれ、二度とあなたに口、子供が口聞くことはないですよ。口聞くというのは、立てつくことはないと思う。なるほど、なるほど。うんうん。そのぐらい強烈インパクトを与えられるからね。はい。いいと思うやっぱり。駐車場だけですか？うん、うん、駐車場だけで。多分皆さん、駐車場
ていくと、なんかそのわざわざ止めに行って、うん、なんかそのダイヤモンドの場所があるのかなって、うん、多分想定されちゃうと思うんですけど。え、なんでしょう、詳しいこと聞くの。そうですね。僕がごまかして言おうとしてんのに。うん、あのダイヤモンド用のちゃんと車の送り迎えがあって、はい、でダイヤモンド用に、ANA さんの職員さんが、はい、車から荷物全部こう下ろしてくれるんだよね。はい、で荷物乗せて、僕荷物一切持つ必要ないのよ。はい、カバン持ちがつくってこと。あー、もう着いた瞬間から。そうそう。あ、それ相当いいですね。いやいや、やばすぎるでしょ。やばすぎる。だって子供とかみんなさ、こうやってカバン荷物を押す、家族がよ、下ろしてこうやって中持っていくわけじゃない、荷物持っていくわけじゃない、はい、そうですね、はい。おやめてくださいっつって、その人がみんな持っていくよ。うん、うん、しかもさ、ANA の職員でバッチついてるからね、ANA の。はい。ああ、それいいっすね。その人が、うん、持ってってくれるから、さ、周りの人みんな見るでしょ。ああ、最高っすね、それ。うん、で、子供は震えるし、奥さんは震えるし、はい。もうあれでしょ、その日の、あの、着いた飛行機で。あ、やべ、言っちゃった。これダメなんじゃない、多分。多分これ消されるよね。ちょっと B しときますね、大丈夫です。B と、B しといてよ。はい。頼むよ。B じゃなくて B しといてよ。わかりました。うん。まあ、そんなとこだよ。はい。もう喋っちゃったよ、もう。まあ、いいとこはまた別にいろいろあるんだけど、はい。お楽しみって感じ。うん、なるほど。わかりました、うん。うん。で、今日何の話だったの？あ、今日はあれですね、はい、前回ビジネスクラス、あ、ごめんなさい、特典航空券の取得法の、前回国内線じゃなくて国際線のエコノミーの方を教えていただいたんですけど、うんうん、ちょっと僕が肝心な、最初からビジネスクラスを教えてほしいって伝えるのを塾長に忘れてたんで。うん、あ、なるほど、なるほど。そうです、そうです。まあ、特に日本人。ビジネスクラスね。そうですね、日本人に。いや、ビジネスクラスもエコノミークラスも特典は深いからね。あ、そうですか。うん。簡単になんかとてもじゃないけど話できないんだけど、まあ、一応じゃあ簡単な取り方？そうですね。だけじゃあ話してみようか。はい。じゃあまあ国際線、じゃあ行ってみようか、画面で。はい。やっぱこれ、単純な取り方だったらいいよ。もう、基本的に僕複数都市しか行かないんだけど、はい。複数都市も行かなくていいから、この最初の画面でいいっすよ。うん。じゃあ東京ホノルルかな？みんな乗りたいのね。はい。家族にブイブイ言わせるとしたら東京ホノルルしかないでしょ。はい。で、なんかゴールデンウィークに行きたいの。そうですね、皆さん、やっぱちょっともう近いんであれですけど、ゴールデンウィークでちょっと。それは無理でしょ。そうですね。いや、別に大丈夫。ちょっと前もって休めるの、あと23とかにしてみたら。あ、4月です。うん、4月23で、26だとちょっとひどすぎるからね。うん、4月30とかどう？ 1 回、1週間。はい、うん。そこで行ってみようよ。うん。はい。あれ、ね、おっ、いいね、6万4000マイル。はい。ダメでしょ、多分。空いてないと思う。空いてないでしょ。あ、そうです。空席待ちでしょ、ね、うん、空いてない。はい、じゃあ、再検索で、こういう場合。前後3日の比較を入れてもらって。はい。うん。で、それで検索する。多分、ゴールデンウィークは近すぎるから、今年の夏休みとかやった方がいいよね。あ、そうですよ、夏休み。はい。その1ヶ月切ってるのでやるアホいないんで、特典。はい。あ、基本的にはじゃあやっぱりあれですか、1ヶ月以上っていうのがやっぱ前提条件。うん、やっぱり1ヶ月以上は少なくても欲しいよね。でも直前でも取り方はあるよ。はい。直前の取り方やるじゃん。どっちがいいの？そうです。直前がいいの？今日はあれですね、うん、直前じゃない方でお願いできれば。あ、じゃあ直前じゃ、7月の20日ぐらいかな？ 22、23かな？じゃあ休みがね、多分。そうですね。うん、何日から、8月の、その2週間にしてみる、早めで。はい。うん、じゃあ、それで行ってみようか。ああ、ちょっと長いね。そんなにいやバケーション取れないね、みんな。8月の1日とか。はい。ああ、いいね、いいね。うん。それで、じゃあ、前後3日で、はい。これ。お、開いてないの？やっぱ、ホノルル線ってすごいんだね。そうですね、すごい人気みたいですね。あ、だから取れないって、ビジネスで行くのが取れないって言ってるの、さっき、エコノミーだとバンバン行ってたじゃん。はい、行ってました。皆さんやっぱビジネスで。なんでみんなエコノミーで行かないの？面白くないの？いや、多分やっぱなんか憧れみたいなものもあるんじゃないですかね。あ、そう、じゃあ7月の、じゃあ27の。それはオール。8月の6日とか。あ、そうです、7月の。それも取れないかな、この昼だったら。
そうですね、8月の前半で見てますけど、多分。うん。あ、空いてんじゃん。そうですね、7月の。空いてんじゃん。はい。27で8月の。あ、いいね。僕も行こう、これ。いや、だって空いてんだもん、次。え、なんでこんな空いてんの？おかしくない？これ。あれ？でもあれでしょ？空いてないでしょ、やっぱり。はい。うん。これ、エコノミーククラスが空いてるってことなのかな、じゃあ。そうですね。ああいうふうに検索出るんですね。はい。じゃあ、ちょっともう一回再検索で。はい。最近ちょっとバグってんだよね。あ、そうなんですか。うん。でも、いや、これでいいはずだよ。これ、さっき27の6で空いてたんだっけ？そうですね。それで、さっき空いてるって出てましたけど。じゃあ、前後3日でもう一回やった。あ、もう一回で、そのままちょっと検索してもらって。じゃあこれさ、28にしてみてもらって。はい。うん。で、5日。エコノミーにも空きがある可能性あるな、これね。うん。まあ、それで言ってもらって。うん。さっきはエコノミーダメだったよね、でもね。あ、で、よかったのか。確認でしたみたいな。そうですね、エコノミーは結構空いて、あ、ビジネスクラスは空いてる。おー、空いてんじゃん。俺これ乗っちゃうよ、これ。なんで、ちょっとみんな取らないでよ、これ。僕が先に取るから。見てんの、はい、みんなこれ。多分見てる。やめて、これ、ピーって入れといて、これ。わかりました。うん。で、まあ、8月5日帰れないでしょ？はい。そしたら、これ、1日戻してみて、フクロウのやつ、矢印で。そう。何これ？なんだよ。じゃあ、さっき8月4日見つけたじゃない？はい。うん、あの、あれだね、多分 ANA もホノルル2000に関してはだいぶ新規ケースになってるね。空席紹介予約で、はい、特典航空券で、そう、うん、で東京ホノルルオフで8月の、うん、いつだっけ、あ、いつだの、7月の28で、8月はまあいつでもいいですよ。4日とかにしていて。はい。まあいいや、それで。うん、で、ビジネス。はい。こっちもいいですよ。今、ハワイ線のビジネスっていくらぐらいなんですか？あの、普通に購入するとですか？席で。うん、うん、うん。あ、多分Z で24、5万ぐらいだと思いますね。あ、じゃあ結構高いんだ。そうですね。はい。じゃあいや、これ6万6000、あ、空いてんじゃないこれ。はい、空いてますね。空いてる、あれ？どこ行った？空いてないですよ。え、誰か取った？僕の。さっき空いてたね。そうです。確か7月、ちょっと見てみるとわかんないです。7月20、あれ？あ、やっぱ取られたんだよ。だからさっきあれエラー出たの。ああ、なるほど。僕らがやってる選手にも取っちゃう人いるから。ああ。終了。そういうことあるんですよ、マジで。はい。あ、それぐらい激しいんで。はい。さっきの1個残念だね。やられちゃったね。はい。多分これほら、みんな放送で見てんじゃん。はい。あのガチンコチャンネルで。なるほど。それでもう誰か買っちゃったんだよね。相当早いですね。相当早いです。みんな早すぎるよ、ちょっと。あの29日ってことで。もうこれやるのちょっとやばいんじゃないの、これみんなすぐ買っちゃう。これね、僕が買おうと思ってたもの。はい、うん。どれやってみようか。はい。そうですね、やはり空席待ちですね。やられちゃったね。はい。さっき一瞬空いたんだね。はい。さっき空いてたよね、本当にね。そうですね、はい。それでその後押したら 赤ボタン出れたから、はい、あれおかしいと思ったらやっぱやられちゃったんですよ。皆さんなんてことしてくれるんですか、僕が買うって言ったのに。なるほど。まあいいや。今ちょっと探すのも時間かかるんで、はい。今6万、下に6万8千マイルって出てるじゃない、そこ。はい、そうですね、こちらですね。はい。で、3万2410円。はい。6万8000ってじゃあいくらよ、これだって。かける、1.7 ですと。うん。68の 1.7。まあ、仮に 1.7 で11万 ?5600 円 ?11 万5600円ですね。プラス3万2000いくらっていくら、これ。プラス3万2000。プラス3万2000なんで。うん。14万ぐらいじゃないですかね。14万ぐらい。はい。この
チケットっていうのは特典で買うと14万円の、支払いが、支払いという実質のお金みたいなのが発生するってことだよね、14万円の、ね。はい、そうです、そうです。そうすると、さっき言ってたビジネスが20何万なんでお得ですよと。そういう計算でしょ、はい、これ。そういうことですね、はい。どうかな、僕的にはそれがお得なのかどうかは、はい。なんとも言えないけど、じゃあちょっとさ、はい、今その7月前後でビジネスクラスってあのビジネスクラスの空きが出るかちょっと見てもらえます？7月前後僕もちょっと違うラインで、そうそうそう、さっきの7月から8月にかけて、はい、僕もちょっと今探してみるので、ちょっと今見てみますね。はいはい、僕もやりますね。はい、わかりました。ちょっと皆さんお待ちくださいよ。どうやったら出るかな。特典だもんね。はい。おお、そうだね。ホノルって結構出ないのかね。そうですね、人気だと思いますね。ホノルのビジネスね。はい。確かに、人気の感覚あるよね。どれどれ。7月ってそんな混むんかね。エコノミーでもあんなに空いてるけど、みんなどうしてもエコノミーには乗りたくないんだ。そうですね。本当に？たった5、6時間でビジネス乗りたいの？はい。わかった。命かけてんだね、みんなね。そうですね。そう。そりゃやっぱ、いや、なんとかしなきゃダメだな。じゃあこれみんなにさ、みんながちょっと特典航空券で一番乗りたい場所はどこですかとか聞いてみたらいいんじゃないのそれ。あ、そうですね。ちょっとこのアンケート、ね、うん、今度聞いてみて、はい、で、それでよっしゃって、じゃあその前後で何とかしてやるよみたいな。はい。あ、そうしましょうか。そういうシリーズもいいかもしれないですよね。はい。うん、これだからビジネスとかにやって前後空席比較すると、エコノミーのやつも出てきちゃうんだよね、これね、多分。そうですね。そういう。昔はなかったんだけど、最近出るよ、はい、出るようになっちゃったね、これ多分ね。そうすると紛らわしいもんね。ビジネス出てこないね。はい。はい、困ったな、これ。ビジネスは全滅ですね。はい。多分。なるほど。うん。うん。よいしょ。入ってないっしょ、やっぱ。はい。うん。うん。あれだな。必殺技使うしかないのかね。あ、そんな必殺技があるんですか。まあないわけじゃないんだけど、はい、あんまりおすすめしたくないんだけどさ。まあアイルスちょっとかかっちゃうから。これ見ると本当に今から夏休み取るって言ったら無理だね。そうですね。うん。これじゃあ、普通にホノルル線取るといくらなんだろうな、金額。見てみようか。ホノルルなんて行くことないからさ。はい。31万だね、ビジネスでね。あ、そんなもんですか、7月の。さっき、単純計算するといくらだっけ ?14、5万?そうですね、14万ぐらいです。ビジネスだと、14万。はい、そうするとやっぱ12倍ぐらい違うもんね。15万ぐらい足す必要が出てくるから、はい、まあ乗りたくなるよね、これだとね。はい。
まあ、あじゃあ、うん、まあそうしてくると多分っていうか新しい制度で空いてるところがあるだろうなと思われるのは、はい、うん、まあみんな納得いかないかもしれないけど、理由はそのプレミアムエコノミーね、はい、プレミアムエコノミーっていうのはほら今まで無料で乗れたみたいな考え方じゃない？そうですね、はい、だから納得いかないかもしれないけど、実はこうやって乗れないときにエコノミーでもビジネスでも乗れませんみたいなときに一番取りやすいのがプレミアムエコノミーだっていうんだよね。はい。だ PY をちょっと探してみようか。PY どう？特典ですか、これは。特典。あ、こっちじゃないよ。ごめんなさい。PY もなんか全然空いてないね。はい。あ、そうですか。これ何？こんだけひどかったの？特典航空券のところ。そうですね。乗ることないからな、僕な。みんなホノルルで参っちゃってんだ。PY も空いてないね、どうやら。あ、そうですか。うんうん。そうするとね、あとまあ僕が使う手としたらこれか。やるとしたら。で、エコノミーは空いてましたよね、じゃあね。そうですね、エコノミーは比較的空いてたと思います。比較的空いてますよね。はい。うん、これだとさ、夏休みだともしかして、はい、ホテル自体もきついね、これ見てると。あ、そうですか。はい。うん、やっぱ1年前からやんなきゃいけないのかね、これ。うん。カウチとか出てきましたね。あ、カウチ出てくる？あ、そうですね。初めてカウチ行ってみましたね。特典航空券の。え、じゃあ、カウチにしちゃった方がいいよ。もう絶対的にカウチがいいよ。はい。これカウチちょっと押さえてもらいますよ。あ、で、帰りユナイテッド？そうですね。いいんじゃない？別にそれ。え、これ何？特典？有料？特典航空券ですね。え、だったら絶対カウチでしょ。はい。これカウチにして。あれ？ちょっとエラーが多いですね。もうちょっと2月からおかしいんだよね、確かに。はい。で、またもしかして取られちゃった？そうです、ありえない。はい。おこっちもいくらのあれで。うん。いくらぐらいだったらみんなビジネスとか乗ってもいいと思うんだろうね。あ、いや、どうなんですか、ちょっとごめんなさい、それもアンケートってことないんでわかんないですね。あ、そう。はい。うん。ハワイ行きのじゃあビジネスは僕あれだね、別のところで続きを取るようにするよ、これ。はい、わかりました。うん、解決策があるから、ハワイって僕行かないもんだからさ、はい、なかなか、うん、やることないんだけど、まあ今ちょっと見てたら方法が出てきたから、はい、それじゃあ次のビデオで言うっていうのはどう？あ、わかりました、了解です。次のビデオまで僕ちょっとこれ撮っとくよ、ちゃんと。はい、お願いします。うん、早めに撮らないと夏休みになっちゃうもんね。はい。うんうん。じゃあ、一回ここで切ってもらって、そうですね。続きを次のビデオで見せるようにします。はい。ガチゴー！マイリスク！
いやー、なんかいろいろあれですね、大変ですね、取れるところがないのも分かってきたんですけど、みんな、ただなんかさっき一瞬空いてましたよね、7月28日ね。そうですよね、はい。じゃあちょっと7月28日、もう一回見てもらいます？時々空いちゃったりするんでね。はい、で、帰りは帰りは8月2とかでいいんじゃないですか。あ、はい、1、1、1。3日間、3日ダメ。じゃあ、ね、8月、8月5。5ですか、はい。うん。5でとりあえず調べてみて。どう？あ、そうですね。行きは行ってますね。はい。まあ、28やっぱ空いてるね。で、帰りはいつか空いてないですよね。はい、で、わかりました。じゃあ、こういうふうに出たときに、まあ、これ1週間ですよね、約ね。28、7日間ですから。はい、一週間じゃないですか。はい、で、まあ、これできないっていう時に、みんなもカチャッとカチャッと戻して再検索してガチャガチャってやらない。その一番上の矢印あるんじゃないですか。はい。そうそうそう。それで戻してってあげてください。それで探さないと、今、穴のシステム自体がなんかもう、昔と違って、ビジネスはビジネスで、コロミはコロミで出してくれないんで。あ、今、3日まで行った。3日、あ、出ましたでしょ、はい、それ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 。5日間。あ、いいんじゃないの？ 5 日間、はい。旅に出る。はい、じゃあ、8月3日の28日で発見しました。じゃあ、これ、次へ押してください。あ、これでもう確定できるもんね。そうですね、はい。でも、お茶すみ、どうなんですか？これ、5日間、6日間。どうですか？これ、家族でビジネスクラス。いや、最高じゃないですか。ダメなんですか？いや、すごいいいと思います。いいですよね。はい。ただみんなこれ一人分しか取れないからって怒るんですか？それとも二人分とか取りたいってことなんですか？そうですね。まあ、今回ガチンコのリスナーの方は修行僧の方多いんで、まあ、自身は、うん、あ、買うってことだよね。そうですね。はい。で、奥さんのやつをこれ買って、行くってことだけど、結構高いね。6万8000マイルの32,110? そうですね。これだと、14万ぐらい？はい、おっしゃる通りだと思います。微妙だな、俺、14万だと。まあ、塾長だったらエコノミーさっき安いのあったじゃない？はい。さっき言って、この前回のビデオで？はい。それで、スカイコインに変えればかなり安くいけたよね。はい、そうですね。僕だったら優勝のエコノミーで乗っちゃうよね。はい。もちろんはいいよ。で、今だとほら、ホノルル線、なんとかカウチとかあるし、はい、エロいじゃん、ちょっと。え、エロくないのあれ。いや、俺だけエロいって言って。そういうふうに捉えてるのは、塾長代かもしれないです、もしかしたら。私はエロいから、僕的にはスカイカウチがいいかなと思ってるんだけど、はい、もしくはただこのビジネスクラスで、はい、夏休みのね、すぐ直前、あ、直後であるけど、いや、僕いいと思うんだよね、これね。なるほど。全然。うん。21日に出てでしょ、10時5分に朝着くんでしょ。はい。なんですけど、全然いいと思うね。こういう、まあ、まだ空いてるから、はい。まあ、こういうふうにして、まあ、取っていくという感じになりますよね、矢印で見てってね。なるほど。わかりました。ただ、あと、これ、もう一つ、可能性的にあるのは、エコノミーもう一回見てもらいます？じゃあ、この日付で、28の3日で。はい、28の3日ですね。特典エコノミーでもいいや。どうなの？開いてない？もしかして。今、すみません、再度検索します。はいはい。そうですね。ビジネスクラスは空いてましたけれども、帰りの袋の便だけが空いて。ここに空いてないね。はい。じゃあ優勝で見てもらうしかないね。はい。なんか最近変なエラーみたいなの出るね、これね。そうですね、はい。何なんですかね、これね。じゃあさっきシステム、あ！いや、これさ、14万円で、さっき14万だったんで、エコノミー、ビジネスで。はい、はい。なんていうの、マイルを換算するとね、スカイコインでね。そうですね、はい。穴カウチでエスカスが空いてますね。これ、興味深いよね。穴カウチエスクラスっていうのはね。エロいよね。
はい。あ、帰りがエスカウチもできるね、これ。あ、そうですか。もうしかもこれ、え、いつからこうなっちゃったの、みんなこれ。予約変更かになってるじゃん。はい。ね。あ、そうですね。いいじゃん、これ。はい。うんうん。これいいと思う。V で、S と V で予約変更からどのぐらい取られるの、これ、変更料。あ、17万って出てますか、今。違います？ん？ 17 万。カウチだと17万。カウチなしだと14万。はい。うん。これ、お、予約変更2万5000でできんだ。お、いいね、V だと。S は、できないけど。そうですね。V だと2万5000で予約変更できるね。はい。しかも S カウチ、あのカウチだね。うん。ちょっとこれ、PUI だと、これ N でしょ、多分。あ、N ダメだね、やっぱね。うん。W。U。うん。まあ、今年に関しては、はい。さっきのインタイムビジネスクラスで取るか、いけそうなとこで、家族だったらここエコノミー、ビジネスクラス誰か乗りたい人乗ってもらって、はい。それ以外の人は穴カウチで行くという、このパターンじゃないかな。なるほど、わかりました。うん。まあ、あとはちょっと、ビジネスクラス、どうしてもビジネスクラスっていう人はまた別の方法があるので、はい。今回一つこれにして、はい。ハワイのちょっと、に行くルート、まあ、なんていうのかな。いろんな楽しみ方があるので、はい、別の方法でちょっと、特典航空券を取るというのをちょっとみんなに説明していきたいなと思うんですけど、次のビデオでどうでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、どうも。ガチゴーマイル塾。Subject I could ever follow. So I'm concentrated, looking at her all the time. I deliberated, studied how to make her mine. She stimulated every corner of my mind. They say I got a deficit, but my attention's feeling fine. I'm concentrated, looking at her all the time. This agitation went away. I'm on my knees, I gotta pray. The hurt black and my white make gray, yeah.